道の駅鹿部関結泉公園は、北海道茅部郡鹿部町にある、北海道道43号大沼公園鹿部線の道の駅である。この項目では、鹿部関結泉公園についても記載している。北海道新幹線開業に伴い鹿部町が、鹿部関結泉公園周辺整備の一環として、道の駅オープンを目指した。 全国的に珍しい天然温泉の完結泉があり、1924年の温泉敷屈中に見つかったという記録が残されている。約10分間隔で約100度の温泉が地下26メートルから湧き上がって地上15メートル以上吹き上がり、噴出量は約500リットルある。噴泉油が国道など周囲に飛散することを防止するため、 通常は地上約10メートルの位置に蓋を設けている。成分はナトリウム、塩化物線で無味無臭となっている。1999年に体験型公園としてオープンし、公園内には間欠泉の温泉を利用した足湯、目前で間欠泉を見ることができて、北海道駒形岳や内浦湾も眺めることができる眺望の館、 休憩室などがある集いの館を設置している。海沿いには、鹿部町に、ゆかりのある、星野哲郎が作詞した、鳥羽一郎の曲、北斗線の火痢を混流している。北海道旅客鉄道新函館北斗駅から車で、約30分、道自動車道も売り、インターチェンジ、大沼公園 IC から車で、約35分の距離にある。 鹿部完結泉公園に関するカテゴリー、ありがとうございます。